7月27日木曜日でございます。今日は比較的涼しい、昨日今日あたりは涼しくていいなと思っているんですが、日経金から見ていきましょう。はい、日経金が今日は29円48銭高、2万飛び飛び79円64銭ですね。0.15% 上昇ということになりました。なんかこう、いろいろごちゃごちゃっと動いた一日でしたね。昨日の終値が2050円、2万コロコロ50円だ。この辺ですか。朝方、円高を受けて安く始まり、まあ、FOMC 声明で円高っていう、なんかそこまで円高の話だったのかっていう気もしますが、から始まり、で、主力とか期待されている企業の決算良かったね、任天堂、まあ日経平均任天堂関係ないっちゃ関係ないですけど、電産とかね、良かったねっていうところから。で、ここでまた2時前ぐらいから上がってきた。これは何でしょう？為替でしょうか？蓮舫さんの G を受けてでしょうかね？ちょっとわかんないですけど。っていうとこなんでしょうか。10分足。まあ、為替が先なんですかね。こう見ると。わかんないですけど。もしくは先物が先なのか。まあ、為替が先ですかね。やっぱりね。まあ、こういうパターンは、まあ、大体為替が動いて先物が動いて現物が動くみたいなことなんでしょうけども。ということでしたが。まあ、なんせ今日は、任天堂ですかね。まずね。任天堂2720円高。38,490円ということで、7%、7.6% 上昇ですね。これはまた4万円トライとかいうことになってくるんでしょうか。むしろなぜみんなここで任天堂一服させたかっていうところですよね。そんなダメな。なんか、まあ、逆に言うと、ハードの生産が追いつかないっていうところから、株的にも一服みたいなことなのかもしれないですけど、追いついてないみんな買えないっていう話なんだから、素直に株買いに行ったらいいんじゃないですか。出来高が今日は年初来、なんとかですかね。なんとか、なんつうのかわかんないですけど。まあ、今年入って一番できたタイミングかもしれないですね。まあ、好決算という、第一クォーターですが、あとは、出来高上位から探しますかね。売買代金上位か。あ、はい。まあ、任天堂圧倒的な売買代金3、だから、3048億円、3050億円ぐらいできてるんですね。任天堂だけで。恐ろしいことですね。まあ、こんな日は、まあ、日経では置いといて、トヨタも良かったですね。決算はまだですが、1% 上昇。ソフトバンクが、にわかに上がってきてるんで、まあ、逆張りの方はそろそろ売りなのかもしれないですけどね、ソフトバンク。まあ、じわじわ1万円を捉えに行ってるような感じなんですかね。ソニーも高い。で、エレクトロニクス系が高いですね。ソニーとか東京エレクトロン。まあ、それぞれよろしい。で、まあ、電産ですよね。昨日、まあ、ちょっと重たいかもみたいな話をしてしまいましたが、完全に外れまして申し訳ないんですが、まあ、昨日下に振った分、上がりやすかったっていうところもあったんだろうなと思います。うまいこと、引きにかけて売られたってのは良かったパターンですよね。それでまた弾みがついて高値取りに行きやすくなったっていうことはあるのかなと思ったりしてますが。はい、いかがでしょうか。というところですかね。三菱 UFJ 銀行、東芝は今日安いですね。6% 近く下落。インコ、アドバンテストとか。あと、ホーヤですね、ホーヤ。270円だから6050円。4.67% 上昇ということで、ホーヤも、
自社株は増配でしたかね。まあ、決算好調で見通し情報修正だったかなと思ったのと、自社株買いですね。450万株の自社株買い発表ということでした。はい。木曜日ですんで、で、今日は、まあ、高かった銘柄も多かったと思いますので、新高値新安値をざっと見ていこうじゃないかと思います。ですね。この辺結構好きな方は好きなんじゃないですかね。ジンズ。JIN からジンズになりましたが。上場来高値更新ですね。110円だから6730円。1.66% 上昇。ということで、ここ決算発表だったですかね。多分。そこまたさらに抜けてということで。そんなにメガネみんな買うのって思っちゃうんですけど、裸眼の私からすると。まあいいです。はい。あと、グローバル社とか最近好調ですね。3271。こんな形。急騰しておりますが。あとは、昨年の上場でしたかね。暁が今日高値更新ですが、ワンデーベースではちょっと、どうでしょう。ですかね。あ、来てますよ。積水化学。結構不動産と、何でしたかね。不動産部門が結構堅調だみたいな話でしたけど。とかですか。あとは、日経金がまた、間違えた。引き続き、高値更新。何でしたかね。ニッケルかなんかが好調だみたいな話だったかなと思いましたが、どうでしょう。まあ、決算発表を受けて上昇ですかね。あとは、グノシーとか、星崎、大福。まあ、この辺のやっぱそのね、テーマ性を持ったというか、大福、そうですね。60円だから3780円、1.61% 上昇ということですけども、ちょっと長い足で見てみますか。1年。この気持ちいいですね。こんだけ上がってきたらね、持ってる方は。毎日楽しくてしょうがないですよね。星崎とかもなかなかいいですよね。80円だから1万飛び780円ですが。そんなとこですかね。イリソ電子とか。な感じですかね。すごく大きい大型株が高値更新、まあ上々来高値っていうのはないですけど、で安値更新、上々来安値更新がまあそんなないですし、どうせっていうか、あの新興市場の銘柄多いですけど、エルテスが分割後っていうことですかね。分割修正後の安値更新らしいです。これは。はい。で、あと、年初来高値安値。ミライト。タマホーム来てますよ、タマホーム。大石環境ソリューション。171。27円だから1452円ですね。あと、まあ、建設やっぱり調子いいですよね。1861、熊谷組、2円高、388円。この上げ方、すごいですね。なかなかの角度ですよ、これは。ちょっと半年チャートにしますけど。ですかね。4電工ずっと調子いいですね。まあ、電光系結構ずっと調子いいんですけど、近年だけなんか悪かったですね、今日ね。何だったんでしょうか。
まあ、決算が悪かったんでしょうけど。はい。サントリービバ。高値更新してちょっと押し戻されましたが、80円高5510円とか。あとは、スタートトゥデイですかね。スタートトゥデイ。スタートトゥデイの XL サイズが私は入らないので、スタートトゥデイで服を買うのをやめたんですが、まあ、普通の体験の皆さんは、普通のサイズを普通に買って、楽しいと思います。スタートトゥデイ、どうぞ多分どんどん活用していただければと思います。私はちょっとあんまり買えないなと。十分に気をつけないとちょっと買えないなと思っております。はい。そんなところですね。コロプラとか。意外とそのゲーム系もちょこちょこ出てますね。年初来高値。コロプラが、55円だから1271円。まあ、ちょっともっと長く見ちゃうとね、この辺は、もっスパーンというところがあったでしょうが、一旦もう、時代は終わったかなと思わせるようなところが、また動いてきてる。まあ、じわじわ上がってきているっていうような、ここ最近の動きなのかなっていうのがですね、元宝とかですかね。もう、年初来高値更新4円高316円。元宝ということで。元宝、前だがやってサクッと売ってしまったのは良くなかったですね。うん。はい。あと、引き続き、先週もこんな形で見ましたけど、木曜日、引き続き、わせあか、高値更新。まあ、今日は陰性で終わって13円安、1761円でマイナスで終わってますが、今日の、ザラバ中に高値更新ですね。あとはですね、小原とか私の地元銘柄ですが、それはいいです。はい。で、あと、電線系が強かったですかね。決算発表とともに、沖電線、43円高323円。ちょっと大きいのにしましょうかね。15% 上昇ということですね。恐ろしいですね。やっぱこの辺の、銘柄は。間違えた。竜田電線とかも。61円だから759円 8.74% 上昇と。まあ、こんなことが、起こってくるわけですからね。ディスコ。チョコレートディスコ。チョコレートディスコ。390円だから2430円。1.95% 上昇ですね。いいですね。電産もだから上場来高値じゃない、新高値更新、年初来高値更新ですね。あとダブルスコープ。6619。120円だから2451円ということで、結構ね、いいですね、ダブルスコープ。あ、ほら、また、ここは来てますよ。鉄オタの皆さん。共産政策書1円だから647円ということで高値更新であります。すごいじゃないですか。ね、やっぱりここホームに、ホームドアをたくさんつけなきゃいけないという、この安全性に配慮せよと。そういうこともあるんでしょう、いろいろね。日立国際とか、SMK が昨日決算発表して、場中でしたもんね、昨日決算発表して。ブワーンって上がって、ブワーンって下がって、今日結局ブワーンって上がったっていう、どっちやねんっていう話ですけど。あ、今日、リチウムイオン電池関連、ダブルスコープとかもそうですが、古川電池が60円だと919円ということで、7% 近く上昇とか、その辺も結構物色されていたなというところですかね。うん。今日結構多いですよ、上場。ね、年初来高値更新銘柄。セブン銀行とか来てますね。あ、ペット保険、アニコム。
あとはあれですね、松竹、東宝、東映が、映画3社がポンポンポンと来てますが、年収ライターカレー。まあ、去年、結構ね、映画が、まあ大ヒット作が多かったっていうイメージあるので、まあ、映画館に人が戻ってきたみたいなことあるのかもしれないですね。はい。こんなとこでしょうか。メガネの愛玩とか言ってますね。東京都競馬とか、そんなところでありました。はい。そして、日本電気ガラスが年初来安値ということで。あ、これも修正云々あって、ちょっとよくわかんないですね。はい。ということでした。では、チェイテックの方を見てみましょう。3円が234円ということで、1.3% 上昇ということになりました。まあ、今日は、昨日までの流れとは違って、その低下部物色っていうのがメインではなかったんでしょうけれども、それなりに戻ってきてくれるといいなぁと思いながら、まあ、行ってこいっていう感じになっちゃってるんですけどね。うん、ということで、ですね、今日の決算。バチュー、あ、そうか、バチューに出てるんですね。積水化学とか、ホーヤとか、バチューに決算出てたんですね。と、あとは、宝ホールディングス。ですね。NRI、野村総研ですね。とか、サイバーエージェント。サイバーエージェントとか、どうなんですかね。どう見たらいいんでしょうね。アベマをがどうなってるのかってちょっと気になるんですよね。タカラバイオとかですね。まあ今もう出てるんで見りゃいいっていう話なんですが、長くなるんで、ます。あと日立建機が出ていますね。あとオムロン、エプソン、そう、エプソン出るんですよ。富士通、池上通信社。アルバイン。アルバインを上場、はい、あれですよ、アルプス電機が経営統合して結局、年内に上場配信するっていうような感じでしたね、確か。H2O リテイリングとか、今日は多いです。今日がピークぐらいですかね、ドコモとか、日立ハイテク。あ、東映が今日なんですね。もう出てたイメージでした。勝手ですけど。はい。ああ、全然まだでしたね。はい。そうですね。前輪とかちょっと期待したいんですよね。前輪。65円安3340円。ただまあ絶対このなんか自動運転とかそういうのを頼りに、まあ、もしくは、なんでしょう、位置情報のなんとかとかっていうのを頼りに結構いいんじゃないかなと思ってはいるんですが、まあ、そんなところですね。はい。ということで、評価額見てみましょう。あ、ビッグスター先を、そうなんですよね。今日79円で差しといたら売れなかったですね。ちょっとダメですね、これは。JDEC が2500円のマイナス、ビッグスター先1400円のマイナスということで、3900円のマイナスとなってます。もうちょっとこれ明日、成り行きでも最悪売らないといけないですね。はい。あと今日エニッシュ、決算発表なので、ちょっとこの辺も、新興市場ゲーム銘柄期待されてる方は結構目安になるところかなと思います。エニッシュの第2クォーターの決算発表出ますので、気になる方はご覧ください。ということで、7月27日木曜日でした。